おはようございます。このままです。絶賛風邪をひいております。というわけでですね、本日はリン君の卒業式でございます。姉と一緒にね、私も参列させていただくんですけど、ティーンのね、その卒業の雄姿をねカメラで収めていきたいなと思ってます。まあ、あの YouTube には流さないんですけど、ティーンの小学校の卒業式に参加して、のんちゃんの文化祭行ったりして、学校行事とかにね、あの自分の子供じゃないのに関われるっていうのはね、すごく嬉しいことだなと思います。私きっとあの卒業式でね、もらい泣きしちゃうタイプなんですけど、今回はですね、卒業生の皆様おめでとうございますという意味を込めて、ティーン君とね、歌ってみた動画を出したいと思います。それもあの、ただの歌ってみた動画じゃなくって、ドッキリでカメラを仕掛けておいて、帰ってきたティーンが私の歌に乗せて勝手に歌い出すのかっていう検証をしてみたいと思います。今回歌う歌がですね、旅立ちの日にという14年前のある中学校で作られた曲でございます。皆さん、あの卒業式の時にはね、歌う方が多いかもしれません。ティーンと私で歌ってみるので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。で、私かあのこの調子なんで、声が全然出ておりません。それではいざ、ドッキリスタート。山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ。この声ちょっと歌える気はしないよ。ただいま。聞こえもんな。松行く、もう帰ってくるって、うん、あと2分。俺は言うわ、寝室閉められたら、ね、こんなに何時式過剰はいかんね。ちょっと自分でいいや。お、最後どうやった？え、なんか歌うの？卒業式、うん、何よ、何歌うの？めっちゃやばいよ、めっちゃ感動するよ。そうなの、うん、白い光の中に山なれ甘えて。そんな高かったっけか、もっとあれやろ、合唱風で歌うやな。合唱風に歌うやろ、もっと。雪を翼にこめて、この広い大空に。高すぎやろ。夢を隠して、今別れの時、これぐらいちゃう？いさかいに泣いたの時、心通った嬉しさに抱き合った日よ、なすぎたけれど思い出強く抱いて。分からん。雪を翼に込めて、希望の風に乗り。ちょっと来て、靴下洗いとうで。気づいた？え？あ、撮ってるやん。撮ってるよ。そういう感じ？そういう感じ。あ、何時？で、私見て、ほんで見てくれる？どうしたん？もう歌っとったけど。歌詞、歌詞、歌詞ね。もう歌っとったけど、練習したけど。はい、この動画はですね、うん、帰ってきたティーン、私がいきなり旅立ちの日にを歌い出したら彼は乗ってくるのかという動画だったんですけども、俺が言うてん、彼の方から歌い始めました。
これ今日学校で歌ったで、私喉がこれやからさ今日撮らんとくわって言って、うん、やけどいつ歌うか分からへんからやっぱカメラだけつけとくわって言って、うん、アカペラでいきましょうか。あ、ネギな山並みは燃えて、うん、ちょちょ何撮んなん、隣で邪魔していい、俺音楽の先生めっちゃ面白いのに確かにね、顔の筋肉を持ち上げて卒業おめでとう。おめでとう。卒業してんけど。
明日やから卒業は。人生の卒業おめでとう。やばいやばい、死ぬやん。はい、というわけでですね、改めて卒業生の皆さん、おめでとうございます。中学校だけじゃなくて高校を卒業した皆さんもおめでとうございます。卒業ってことはまた新たに始まる入学があるんですよね。まあ、社会人になられる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、ティーンがね、どんな高校生になっていくのかとても楽しみですけど、ああやって仲良く歌ったり笑ったり、普通にね、あんな甥っ子と叔母でね、歌ったりとかね、普段はしないと思うんで、ティーンが高校生になっても仲良く遊んでいけたらなと思ってます。では卒業式行ってまいります。